新参者東野圭吾、日本橋小伝馬町で一人暮らしの40代の女性が絞殺された。日本橋署に着任したばかりの加賀恭一郎は、自身にとって未知の土地の日本橋を歩き、事件や被害者と何らかの接点を持った家族や店を訪れる。加賀は事件に残されたいくつかの謎の解明のため、その謎に関わった当事者たちのさまざまな思いを一つずつ解きほぐしていき、そしてそれらの解決を通じ、絞殺事件そのものの真実にたどり着く。